今の光景は。そう遠くない未来であるかと。メリアがいた。メリアが見知らぬホムスの者たちと共に騎士兵と戦っていた。はい。あのホムスのフルーケンは、もしや、そして、あの場所は。ビジョンは兆し、意志の力で変えることもできましょう。いずれにせよ、見極めが肝心だな。このコートを、そして我らの希望を守るために。おい、あっち見ろよ。今度は飛行機械だぜ。鳥の人の乗り物すごいもん。ノポンの大鳥よりビュンビュンだもん。まあそりゃそうだろうな。おい、あれメリアじゃないか。我が身を豪華に投じんことをここに宣するものである。さすがに威厳あるな。我々と旅していた少女とは思えない。でもこれがあの子の本当の姿なのかもね。一人の父親としての願いなのだが、メリアの支えとなってくれとまでは言わん。ただあれの友として、これから先も恋にしてやってほしい。そんなことないよ。どっちもメリアなんだよ多分。予見していたの、アルビース。何を。不愉快だわ。怒らないでよ。僕はた、それは必要なことだろ。君の探求員の邪魔はしていない。むしろあの方の前でもそう言い切れる。情報は十分取れたはずだよ。あの程度の手で。そう、幾清掃積み重ねられたし。調子いいね。最初からこうしてくれりゃいいのによ。しかしなんだあいつ、新参にしては大行ないでたししやがって。まあいいさな。こっちはあいつのもだえ苦しむ様さえ味わえればな。じゃねえか、機械の分際でよ。これでメリアも皇太子ってわけだ。めでたし。そうね。でも、うん、そのためには監獄島に行かなきゃならない。ビジョンがそう教えてくれているんだ。なあシュルク、もう一回お願いしに行けよ。こうしてメリアの剣だって肩がついたんだ。講師だって気が変わっ、うん、ライン、講師は時間をくれって言ったの。なら待とうぜ。あれがただの島じゃないってのは俺たちにだってわかる。きっと事情って。
んだよ、おっさん、やぶから棒に。リキ、しばらくメリアちゃんに会ってないもん。きっとメリアちゃんもリキに。まあ確かに堅苦しい儀式ばっかりで、話し相手が欲しい頃かもしれないわね。行ってみる、シュルク。そうだもん、行こう。わざわざ来てくれたのか。あ、メリアちゃん。メリアちゃん立派だったもん。リキ感動したもん。そうか。自分ではよくわからなかったが。素敵な庭ね。この花壇や噴水のデザイン、コロニーシックスが復興したらぜひ取り入れたいわ。亡き母上が好きだった庭だ。亡きって、え？だってメリアのおふくろさんは。皇妃陛下は私の本当の母ではない。ハイエンターの高家にはな、ハイエンターとホムス二人の妻をめとるしきたりがあってな。私は英妃の子、つまりお前たちホムスとハイエンターとの婚結なのだ。メリア、メリアちゃん、ここに住んでるもん。ああ、幼い時からな。私はこの養子上表立っては歩けぬから、この離宮は都合がよい。なんで表立って歩いちゃいけないんだ。ホムスの血が混じっているからか。メリアはメリアじゃねえか。それは俺たちホムスのものの考え方だ。文化が異なればおのずと倫理観や常識も異なる。それで公の場ではあの仮面をつけていたんだね。うん、シュルク、あと半時もしたら宮中晩餐会が開かれる。そなたたちにもぜひ出席してほしい。うまうまなもの食べれるもん。もちろんだ。そいつはありがてえ。さっきから腹が鳴って腹が鳴って、もう。てか、ハイエンターの飯ってどんなんだろうな。なんかワクワクしてきたぜ。ちょっと、会場でさもしい真似だけはやめてよね。そいつは無理な注文ってもんだ。何しろラインだぜ。え、いくらダンバンでもそりゃひどいよ。私は先に行っている。時間になったら向かいのものをよこさせる。うん、ありがとう。
なんだシュルク。いや、おかしなやつだな。今のはシェルク、公主陛下が、父上が、まさかビジョンが。シェルク、父上がどうしたというのだ。あの塔、監獄塔の上で。おい、この警報は何だ。騎士兵が、騎士兵が接近中です。黒い顔つきに、何故に宇宙人が使うような場所に。まさか、呼吸に上行くぞ。父上を止めなければ、エンドの前に行く。待って、メリア、僕らも一緒に行く。
リズコに。メリアか。皇家を守護する釈状が、やはり父上は兄上。陛下は単身監獄島に赴かれた。このコートを守るために。何故一人で行かせたのです、父上は。陛下は知っておられたんだ。アルビース、自らの身に何が起こるのかを、そして何をなさねばならぬのかを。まさか君が。そう、代々予言官が見せる予見の儀式でね。知っててなぜ陛下を。それが皇家よ、ハイエンターを滑る者の責務だからさ。僕らはその崇高な意志を尊重しなくてはならない。だからって。分かってくれシルク殿、それが王たる者の定めなのだ。シルク、行くぞ。ダンバンさん、責務だと、定めだと、何カッコつけてんだよ。そんなものと人一人の命とどっちが重てえのか考えるまでもねえだろう。お前もお前だメリア、何諦めてんだよ。お前にとっちゃ公主陛下じゃない親父さんなんだろう。ダンバン、ならやることは一つだな、シルク。ええ、しかし俺たちはホームスだ。あんたらの縛りは関係ない。買ってやっても構うまい。すまぬダンバン殿。気にするなって。じゃあそういうことだメリア。うん、監獄島へ。あなたは。Thank you.
図際の悪い弟子だぜ。古代ハイエンターの残した無人機、これで終わりなら良いのですが。何なんだこいつら。監獄島に封じられた古代生物です。我らを敵とみなしているのでしょう。これから会いに行く野郎の手下ってか。おそらく。ちっ、めんどくせえ。あれが監獄島だ。監獄島へは転移装置で行くのかい。うん、だが封印を解かねばならない。封印？監獄島への道は2つの封印によって塞がれているのだ。これを解除することにより門が現れ道が開かれるのだ。わかった、急ごうメリア。Thank you.
してるよ。もちろん、そのつもり。ここ来たぜ。やるのだね、カルナ。いい狙いだよ。なんとかなったね。この調子で突っ走りましょう。気を引き締めていこうぜ。行くぜ！行くぞ！やつらー！
ラッシュ！
し、俺の番だな。いけるだろ、カルナ。オッケー。今度は僕の番だ。あとバッター。この調子で突っ走ろうぜ。行きましょう、ライン。どうだ、またぶちかまそうぜ。いやぁ、リトエッジ。やっすら。オッケー、いつでもいいよ。となんとかなったね。気を抜かずに進みましょう。気を引き締めていこうぜ。Yeah.
頑張って、まだ負けられない。いけー、あ、これからだよね。はい、落ち着いていく。やつらしてきたぜ。いけー、エッジだ。オールアッパー、盛り上がってきたぜ。絶対いけるよ。ダイン、ほら、いやー、まだ、まだ、まだ、やれそうだ。こっちに、よっこい。やつら、みんなの力を一つに。おい、シュルク、モナドの力よ。ほら、そっちだよ。来たぜ。その中心が連携隊が到来だな。一撃で仕留めてくれ。俺に負ける。力なのか。ほら、まずい、頑
だぜ。と、アルはやるカルナ、いい狙いだよ。まあ、ビートだ。やすな、ロールアッパー。くらえ。おうよ、元気出してくぜ。スリットエッジ、ここだ。ハイルドダウン。ありがとう、元気が出てきた。いやー、任せろ。みんなやるじゃない。さあ、次だ次だ。シールドバレット、ハンマードヒートだ。やったー、ここを押せ。みんなの気持ちが伝わってきたよ。
みんな生き返るわよ。こいつは俺に任せろ。やっとチームらしくなってきたわね。俺とカンナがいれば最高に決まった。何の追ってきたよ。そこと、まあ、やれそうだ。強くなりたい。
次は私を。これならヒールラウンド。オーケー、完璧よ。これぞコンビネーションってか。あ、まずいな。こらえるんだ。こらえるよ。始めるよ。ドリームエース。次は私よ。中心が溶けそうに熱いわ。始めるよ。
決めるわ。サンダーバレット。オーケー、完璧よ。バッチリ。ハンマー。ここがビートだ。ヒールバレット。オーラッパー。行くぞ。やったな。やったぜ。絶対行けるよ。大事になってきたぜ。いい感じ。こんなやつら屁でもねえぜ。さあ行くわよ。力が出ないよ。それぞれにあの周りを飛んでいるのは何だ。
なんだこの生き物は。見たこともねえ。これはおそらく巨神。コート周辺から出土する化石でしか見たことはなかったが、よもやこんな場所に封じられているとは。ここを守っていたのかしら。そこまでの知能があればな。こいつらからはもっと原始的な何かを感じる。何かって？自分たちの存在以外を許さない、そんな排他的な本能、うん、みたいなもんかな。まあただの勘なんだが。考えてる暇はないわよ。行くんでしょ監獄島。監獄島に乗り込むの。指紋の守り手も長くは持たぬか。あやつらがいずれはコートに。ヒソたちよ、今こそその知恵にすがろうぞ。イルナメレルカンタクシス、ドゥクーナルクナースイルメアト。このようなものが封じられていたとは。高家の長か、久しいな。そなたとは面識はないが。何、お前の身に流れる血に行ったまでだ。我をここに封じたな。ならば私が何故ここに来たのか語るまでもないであろう。聞くまでもないさ。我は全てを見ているからな。どうした、使うがいい。そのために我はここにいるのだからな。
うへぇ、でっけえもん。どんだけでかいやつが使ってたんだ、このもん。あ、大恐竜だもん。なんだよ、ただの石像じゃねえか。おっさん、びっくりさせんじゃねえよ。この石像、人かしら。不思議な姿をしているわ。これはもしかしたら我らの始祖の姿かもしれんな。伝承では今の我らとはかなり異なる姿をしていたという。なるほど、その姿をかたどったってわけか。こいつどっかで見たような、見てないような。大恐竜、大恐竜も。大恐竜ね。確かにあん時のテレシアに似てなくもないが。この監獄島はメリアたちの先祖が作ったもの。いや、伝承では我らの始祖が生まれるはるか以前より存在していたらしい。誰が何の目的で作ったものかは定かではない。一体何を封じ込めたんでしょうね。興味あるわ。見るがよい。始祖の残した日、写本はコートのあちこちで見ることができる。多くの研究者が挑んできたのだが、解読できたのはごく一部。おい、シルク、あの記号。モナドの表面に浮かぶ文字とよく似てる。だけど、どうした？始祖が封じたという監獄の扉、開く資格を持つのは皇子とその後継者のみだという。じゃあ、陛下はもうこの中に？おそらく。始祖よ、そなたの末代皇太子メリア・エンシェントが推参した監獄の扉、我が治世の希望のため開かれん。墓所と同じか。すっげえ。ねえ、助けなくていいの？心配無用だ。意味は分からぬが、必要な手続き。モナドを継ぎし者よ、今こそ枷を解き放とう。どうした、シュルク。急ぐぞ。見たんだろ、顔つきどもをバッサバッサと切り倒してる未来のビジョン。分かってる。やっと来たんだ、ためらうことなんてねえって。行きましょう、シュルク。奴らが足止めを食っている間に。そうだぜ、シュルク。ここにはあの顔つきの鬼神兵を倒す手段があるに違いないって。そしてメリアの親父さんを救う。よっしゃ。
強くなりたい。ここは塔の外に出たみたいね。おいシルク。うん、間違いない。ここが僕の見た場所だ。メリアか。父上。これは父上。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。あなたは。でけえ。まさか。そうだ、太古に滅んだと言われる巨人族、始祖はこれを封じていたのだよ。我が名はザンザ。我はここでそなたを待っていた。待っていただと？そなたは始祖によってここに封じられたのではないのか。モナドは我が打ち鍛えし剣、我の写し身。このモナドをあなたが。そうだ、鬼神界に降するため、神の剣としてはるか昔。だけどなんでこんな残酷な。モナドとはこの世界を構成する断り、根源元素、エーテルを自在に操る剣。断りを操ることで物は断たれ、力は増幅される。そなたも見てきたはずだ、その剣が起こす様々な現象を。我はかつてその剣を振るい、巨神と共に戦い、鬼神を打ち倒したのだよ。あんたがあの鬼神をぶっ倒したってのか。こんな小さい剣で。その姿形は幻影、使う者の意志一つでモナドの姿はいかようにも変化する。要はそのうちにあるもの、その力。そしてその強大すぎる力ゆえ、それを恐れた古代の廃炎。バカな、始祖たちがそのような理由で。人とは概してそのようなものだ。我がここにこうしているのがその証。学ばれよ、新たなる廃炎た。モナドは本来巨神が持つべき剣、鬼神に対抗できる唯一の力。使い手の成長とともに全ての断りを断つ力を秘めている。だがそれで全てが解放されるわけではない。風？ある特定のもの。特定の。そう、その枷を知っていたからこそ奴らは
モナドでも切れぬ鬼神兵か。チッ、うぜえものを押し込みやがって。力の中心だ。あいつらは、そうか、もう来やがったってか。抜け目はねえよな。だがよ見つけたぜ。どんだけ防備を固めたところでこいつは防ぐまいなあ。ザンザさんとやらいよ。など人を斬ることができない。それが枷なんですか。それと顔つきとに何の関係。それを斧が目で確かめるのだ。さあ、そのモナドで我をこの枷から解放するがよい。そしてモナドを差し出すのだ。さすればモナドはあらゆるものを断つ剣と、立てぬものはただ神。よせ、シルク。メリオ、なぜ。気にかかるのだ、始祖たちが何故このものをここに封じたのかが。だけど僕たちにはもっと力が必要なんだ。それは君だって同じだろ。そうだが、それはそうなのだが。ちょっと待てよ、こいつはただ枷とやらを解いてくれるだけなんだろ。だったら迷うことはねえって。だがメリア、分かってほしい。僕にはやらなきゃならないことがある。鬼神兵を倒すんだ。シュルクよ、我は強制しない。代償も求めない。選ぶのはそなただ僕は継ぎし者よ、その意志しかと受け止めた。今こそ枷を解き放とう。さすがよ。あお、何ザンザ。さすがは名手様の槍だぜ。どうやら間に合ったみてえだな。俺たちがここに来ることを知っていたのか。ああ、雑魚が何勘違いしてやがる。俺たちの目的はそこのデグヌボイよ。モナドの家庭の最先端に無理なんだから、槍に来たらお前らがいたってわけよな。ザンザンザン、答えてください。ザンザンザン、
この若者たちを生贄としてまた繰り返されるのですか。我に話しかけてくる。お前は何者だ。そして何をしている。だんだん私はあなたの使い合いを売るためにここに。なぜ俺の名を呼ぶ。わからねえのか。これでも。この技は。いや、まさかそんなはずは。ガブン。やめなさい。その者たちは私たちの目的ではない。そろそろ引導を渡してやるぜ。いねえよ。やらせは済むぞ、騎士兵。陛下。父上。大事ないか、メリア。はい。父上こそ。ふざけんじゃねえぜ、クソじじいが。メリア。そうよ、このたった一刺しでさ、弱すぎるぜ、お前らはよ。陛下、僕はまたモナドを継ぎし者よ。ザンザ、無事だったのか。頼む、今すぐモナドの枷を。我の姿は形骸、すでに風は解き放たれている。風はそれを振るう者の意志、振るうがよい。そなたの意のままに倒したいと思う相手を念じ、力を解き放つのだ。ザンザ、鬼神兵、僕らはお前たちに食われるだけの存在じゃない。うわあ、モナドの形が。いけません、その力に身を委ねては。シルク。ガド、見ててくれた。なんだなんだ、小僧、まだやろうってのか。行け。ありがとう。来吧。
モナドの力なのか。なんでモナドがいけんだよ。やれそうだ。なめたことしやがって。おいおいおい、話が違うだろ。いいよ、オーブラッパー。オッケー、メタルボール。任せて。エアスラッシュ。どうだ、これぞコミュニケーションってか。ハマービートだ。エアスラッシュ。そうだな、彼だ。なめたことしやがって。今ならやれそうだ。なめたことしやがって。一体モナドに何をしやがった。思い知れ、これがフィオルンが陛下が受けた痛みだ。やめなさい。なすげえ、以前のモナドとは違う。そうだ、その力だ。存分に力を振るうがよい、シュルクよ。これがあなたの望んだ通りの結果ですか、ザンザ。そうか、お前はそうだったか。予定調和の外にあるもの、気づかぬわけだ。人、人間。フィオルン、生きて、生きていたのか。ザンザ、変わらないのですね、あなたは。それでも私は好きにするがよい。目的は果たしました。祈祷します。ち、命拾いしたな、ダンダン。だが次こそとどめ刺させてもらうぜ。フィオル、僕がわからないのか。フィオル、分かっていたのに。シュル君、なんでだよ、なんでこうなっちまうんだよ。父上。メリアよ、我らが希望なくてない。嫌です。泣いて希望となる資格を失うのなら、私はそんなものにはなりたくない。メリア、だって私でなくとも良いのでしょう。ホブスの血が入っているだけでいいのなら。そんなことを気にしておったのか、大バカ者め。だってハイエンターの希望、それはそなた自身が選んでなるものと。それを忘れなければ力
覚など後からついてくだが忘れるな。要はそなたが希望だから愛したのではない。愛した者に希望となって欲しかったのだ。モナドを継ぎし者よ、私はそなたに託したい。そが伏したモナド、そなたならきっと。はい。メリア、泣きたいのなら今は泣ける。だが涙が乾いて後は、ああ。メリア、行こう。シュルク、私は公主とか希望とかそんなことは後でゆっくりと考えればいいじゃないか。僕なんかでよければいくらでも力を貸すよ。一人の人間、メリア・エンシェントとして奴らの蹂躙に屈しちゃいけない。そうだな、それが私のなすべきことなら。芝居がうまいね、ザンザ。すべては世界のため、役者にもなろうさ。代役に立ってあげてもよかったのに。その気持ちだけは受け取っておこう。嵐は近い。